Papa's got brand new shoes すぐ折れた日がっかり Hey, 僕何を任せ Because 最高海だそこの Kinky Revolution 聞かせて Say yeah, yeah, yeah3年ぶりに舞台お稽古してどうですか？もう素晴らしい稽古ができたと思います、うん、でもう一度やっているのでそのみんなのチームワークそのままに今回はそれぞれがこの3年間成長をしてきたし学んできたことも多くあったのでそれをみんなでシェアしながら、うん、通す練習できたかなというふうに思ってます。3年経ったんだっていうぐらい の本当にみんなの顔を最初見たときになんかすごく安心感のあるカンパニーたちなのでなんか非常にもう本当にこのキンキブーツっていうのが動き出すのを本当に心待ちにみんなしてたんじゃないかなと思うぐらいすごくまとまっててもうみんなの絆がよりこの稽古期間中に深まっていよいよようやく皆さんに見ていただけるのでもう本当に楽しみにしてました。ハルマと、うん、そしてエンジェルスは一番体に気をつけて、うん、食事、はい、そしてトレーニングをずっと稽古前も稽古後もしてるのを見てたのでこれをようやくお客様に見せてお客様がキャーというのを私たちも聞きたいっていう気持ちで、うん、なんか前回の初演とまた違う体作りしたんでしょ、うん、そうだね。どう違うんですか？割とこう洗練された体を見せたかったので、以前は割とこう筋肉質な大きな体を目指していたんです。ドラッグクイーンとしてのその魅力としてはやはり美しい肉体っていうのも必要不可欠だとそのお客様に見せるためにはっていうふうに思っていたので大きくしていたんですけど、今回は割とその美を追求したというか何ですかねちょっとおかしなことは言ってるのかな、大事なことの、うん、その曲線をきれいに見せるためのその体作りをこうしてきたつもりです。でも本当にみんなただ見せるだけの筋肉だけじゃなくてインナーマッスルだったりとかこうみんなこうやってあ、うんと、ちょっとやってない、さんわかんない、みんなやっぱ発声を内臓マッスル、発声がこうやはり大事なのでみんなそれぞれインナーマッスルを鍛えたと思います。前回ちょっとゴリラみたいな、おい、いいすぎだ。この間よりちょっと変わったところがあるぞっていうのはありますか？僕もでも結構な運動量なんですチャーリーって。でそれで結構自分的には体重を増やして臨んだんですけど、この1ヶ月半の稽古で僕4キロ減って稽古で、でそれでなるべく減らないようなやっぱ栄養の取り方とかその稽古始まってからすぐまた変えたりとかしてなるべく減らないように努力はしてます。なんかトライアスロンやってるみたいな感覚なんで、はい、でもその分家庭ができたからちょっと安心できてるところはあるんじゃないですか？そうですね、ありがとうございますでもやっぱりこの大阪と今回は平成最後の舞台で、うん、そして令和初の舞台大阪で迎えるっていう、こう股にかける感じはいかがですか？すごく光栄なことだよね。すごいことですよね、こんなタイミングで舞台に立てることなんてもう巡り合わせがね、本当いいタイミングというか、それにふさわしいぐらいすごくハッピーで、いい影響を皆さんにも与えられる舞台だから本当にふさわしい舞台だね。なんかいい意味で変わってないですよ、はい、本当に役に対する向き合い方とか体の作り方だったりとかストイックさそのままだし、人柄もよりなんか仲良くなったことでなんか見せてくれる一面だったりとかっていうのもなんかいい意味で増えて、なんかすごくより絆は深まったような気はしてます、はい、見せてくれる一面ってどんなもん言葉にするの言葉にするのは難しいです小池さんだけのもの、そうですね、僕だけのですね